まんじー、どうもしろのしるです。今回ですね、超究極鬼舞辻無惨の、後付け解説やっていきたいなと思います。で、ここなんですけれども、カチカチが出て、中ボスですとかボスのとか、まあ、鬼の防御をダウンさせてくるんですけれども、このカチカチは1体だけ倒すようにしましょう。というのも、今見てわかる通り、相手のターン、相手の攻撃ターンを短縮してくる、効果も発動するので、これ一気に倒しちゃうと一気に、相手の攻撃力アップと、それと一緒に攻撃が来るので、今ボス見てわかると思うんですけれども、この3っていう数字が2つあると思うんですね。そこが重力バリアと攻撃力アップをしてくるんですね。そこと同じタイミングで他の攻撃、レーザーですとか、ホーミング。まあ、あとはボスになると衝撃波打ってくるんですけれども、そこと一緒になると、もう即死になってしまうので、気をつけましょうっていう感じですね。で、ザコに最初言った鬼なんですけれども、鬼に関しては、即死の攻撃、爆発なんで、これも攻撃が来る前にしっかり倒しましょう。なんでしっかり勝ちは1体だけ倒す。で、この勝ちの防御なんですけれども、4ターン継続します。なんで、4ターン以内に倒せなかったら、次、勝ちを1体倒すっていうのを繰り返してやっていく感じになってます。で、今回はちょっとパーティーがガチガチなんで、ちょっと打ち方とか、立ち回りですとか、まあ、基本的にはそういったポイントとか、っていうところを意識してみてもらえたらなと思います。で、こんな感じでダメージがなかなか削れないんですよね。なんで、防御ダウンを必ずしてから、で、してもあまり削れないんで。キリンジかなり強いと思います。その理由としては、こういう貫通になるんですね。なんで、こう最悪、今はそうやってあえて攻めましたけど、攻めたくない時とか、勝ち倒したくないけど、どうしてもどの角度に打っても勝ち当たっちゃうなって時とかにキリンジ打つのはありかなと思います。で、ルナを採用してるのは、ルナバフが強いのと、ドレインですごくHP 管理もできるっていう強さがあります。で、バトル2ですね。ここは僕個人的に箸休め休憩ステージだと思ってます。ただ勝ちはなるべく多く倒せない、1体だけにしましょう。で、この反射レーザーの攻撃なんですけれども、そこまで痛くない、まあ痛くないというか結構ダメージは食らうんですけど、即死級の攻撃ではないので、ここは比較的簡単なのかなと。で、ヒーリングボールも出るので、しかヒーリングボールで回復と。で、ここクエストの時に出発する時分かると思うんですけれども、紋章の効果が、使えないので、そこは紋章は関係ないというところと、あとは敵を数回触れることで、相手にダメージ通りますよというところで、ここの中ボスから、中ボスからっていうか鬼からです。この中ボスの鬼。さあ、バトルさんの鬼から発動します。で、ここ、今、価値と鬼の間挟まったんですけども、できれば壁と鬼の間がいいですね。これですと、上の鬼の上ですと、鬼の上ですと、鬼の頭の方。で、ここは今倒したみたいに左側。っていう感じで、価値との間に挟まるよりも、壁と挟まった方がいいです。で、僕はもうゴリゴリ倒しに行っちゃったんですけど、あの鬼の真ん中の攻撃は即死なので、ほぼ、まあ即死というか、もうほぼ即死ですね。で、こういう感じで勝ちどうしても倒したらなった時は、こういう感じで、で、バフかけてる状態でキリンジのストライクショット打つと結構強いです。バフが結構強いのかなと思うんで、もし薬も、結構このステージは、薬もとルナが強いかなと。まあ、キリンジも結構さっき説明したんですけど、キリンジも強いんですけど、やっぱ薬もとルナが強いかなと思うので、まあ、どっちか片方持ってる方は、どっちかにフレンドに置いてっていう形でやってもらえればなと思います。で、このボスの攻撃なんですけど、3と3、右側の3と3が攻撃力アップと重力バリア展開。で、4と2が攻撃なんですね。なんで、その、攻撃力アップのタイミングでならないようにしましょう。貴様らの存在理由が分からなくなってきた。はい、もう今ボスの攻撃見てもらったら分かるんですけど、6下の6ですね、6の6同士が、攻撃力アップ重力バリア展開の左上の2、今1になったなるやつですね、今1になったものが電線切りで、右上が貫通衝撃波ですね、貫通衝撃波なんで、この
勝ちを一気に倒して、衝撃波の攻撃と電撃、電線切り。攻撃力アップと、要はそのさっきの二つ言った電線切りと貫通衝、衝撃波。こちらがセットでならなければ、基本的に負けることはないのかなと思います。で、ここで勝ちを一体でも倒してしまうと、攻撃力アップした状態で電線切りが出ます。左上の短縮して1になりますね。攻撃力上がった状態で電線切り食らうとダメージ取ります。こんだけ取ります、ダメージ。なんで複数編成キャラをしてると、場合によっては一発でやられちゃ、負けちゃいます。で、次、貫通衝撃波ですね。で、これ攻撃力アップと重なってないので、まあ、こんな感じでヒラメを抑えられると。それでもまあまあ食らうので、まあ、HP 管理も忘れずにっていう感じです。で、次、電線切りですね。左上は電線切りです。で、5ターン後に重力バリア展開と、4ターン後ですね、今。重力バリア展開と、攻撃力アップしてくると。まあ、なんで、価値を倒さずにいければ、次のターンも別に即死はないです。3ターンと2ターンなんで。まあ、ただその2ターンの、毒ですね。あ、電線切り。電線切りに関しては、ちょうど攻撃力上がったタイミングに来るので、まあ、ほぼもう体力的にもハートが出てないんで、即死と考えてもいいでしょう。で、僕今回守護獣、このサメを、劣化ザメでしたね。サメを採用してます。で、パックでもいいんですけど、サメのこの2ターン遅延がすごく強い、2ターン遅延じゃない、すいません、2ターンの麻痺がすごく強いです。こういう感じで。価値を思いっきり倒して、6ターンとかにまたもう一回リセットできる感じが、すごく強いのかなと、思います。で、ビットンが蘇生なんで、で、あとはこの攻撃ターンさえ気をつけながら戦えば、さほど難しくはないのかなっていう印象ですね。その、まあ、種さえ分かればみたいな感じではあると思います。まあ、ただそのパーティーがちょっとゴリゴリ、もうめちゃくちゃいいパーティーで編成してるので、攻略の難易度としてはこのパーティーでいくともうすごく激減してます。2ターン減ると。結構食らえますね、これ。まぁ、ちょっとみんな配置が悪かったんで、貫通めちゃくちゃ食らったっていうのもあります。で、これちょっと倒しに行きましたね、もう。本来なら倒さない方がいいんですけど、これ倒しに行きます。はい、っていう感じでバトル5ですね。まぁ、これを常に意識しながら、無残は戦っていく感じになります。で、ここは反射員が、防御ダウン。しないといけないので、価値は必ず行ったら先に倒しましょう。で、反射員別に即死じゃないんで残してもいいんですけど、ダメージは結構痛いので、こう縦感したくなったんですよね。弱点で感化したくなりましたけど、火ダメを抑えたいなっていうところで、こんな感じで倒していくと。で、まあ、キリンズは属性効果アップで、闇に対して強いので、結構キリンズも強かったですね。このパーティー結構強いと思います。正気以外は結構ダメ、いいのかなと。正気に関しては、バウンドヒール、バウンドチャージですね。ここでキリンジと薬務の SS をどんどん打っていこうっていう戦法でルナとキリン、その正気ですね。セットにしたんですけど、あんまり SS を打たなかったっていう。まあ、正気の SS もかなり強いですからね。で、攻撃アップと電線切りだけだったんで、まあ、即死は免れると。で、次の一ターンが貫通衝撃波なんで、このタイミングで攻撃アップ。今、いわゆる右下の6ターンですね。この6ターンの攻撃が来ないように戦っていくっていう感じでやっていけばいいのかなと。なんで、常に意識することとしては敵の攻撃の、ターン数ですね。ここをしっかり見ながら、まあ、価値をどのぐらい倒していいのかっていう。のを注意してもらえればいいのかなと思います。って感じで最終ラストゲージですね。はい、ここも鬼ですね。下のでかい鬼ですね。ここに関しては即死です。で、ちっちゃい鬼の真ん中も即死です。鬼は基本的に全部即死です。で、防御ダウンしないと上の鬼は倒せないという感じなんで、価値は一手倒しましょう。で、ここの鬼、すごく即死まで早いです。ターン短縮してしまうとですね。僕、ここで正気打ちました。かなり正気強いですね。この遅延が。この、触れるだけ遅延してくれる、この強さ。であとはどんどん雑魚処理をしていくって感じですね。一旦鬼を。
で、キリンジャーこれ見てもらったら分かるんですけど、かなり強いんですよね。で、正気とルナ採用してるんで、SS もすぐ溜まっちゃいます。で、次、ヤクモでとどめさそうと思って、ルナのバフをしっかりかけてあげるっていう感じになってます。で、ボス見て分かる通り、今優勝通ってないんですけど、触れないと、いけないっていう、何回か触れたら、バリアというか、その、プロテクションみたいなバリアが解除されて、ダメージ通るよっていう感じになってます。で、おそらく役も結構薄くいくと、多分飛ばせると思います。かなり薄くいっていけば飛ばせると思います。で、役もの出力ショットこんな感じでめちゃくちゃ通るので、役もはかなりおすすめです。演出もかなりかっこいいので、ね、ぜひクリアして、まあ、ストライカーカードとかもかっこいいので、ストライカーカード、グッジョブとか、あと称号、この辺をね、一回クリアすればもらえるんで、ぜひこの動画参考してクリアしていただければなと思います。ぜひ参考になったと思った人はぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。